お疲れちゃんです。ラットです。今日はこちら、ゴブゴヤラバですね。ゴブゴヤラバを使ってやっていきたいと思います。で、ですね、とりあえず今シーズンはまあゴブゴヤが流行りまくってるっていうわけなんですけど、ゴブゴヤプラスの、なんだろう、いっぱいあるんですよね。ゴブゴヤプラスゴレとか、ゴブゴヤプラス、まあ、なんだろう、まあ、ロイホグとか、とりあえずゴブゴヤプラスなんかがあるんで、で、ラバがね、いなかったんですけど、なんかグラチャで順勝した人がやっぱいたみたいで、はい、なんで早速ね、そちらをパクってきました。はい。最近えぐいぐらいパクリしかしてないですけど、まあ、とりあえずやっぱ強いみたいなんで、今日はゴブゴヤラバでやっていきたいと思います。はい。こっち。で、まあ、ゴブゴヤ置いとけばとりあえず安心ですね。なんで、しょっぱなにそのラバーあっても出さずに、まあ、理想としてはゴブゴヤを立てている、まあ、立っている状態で、まあ、ラバ展開するのがまあ理想ですね。しかもゴブゴヤとその同サイドにラバ展開しとけば、そのラバが橋渡った後も後ろからヤリゴブリンがちょくちょく来るんでね、それがすごい厄介なんじゃないかなと思います。はい。いや、いい手札ですね。で、スペルがライトニングだったんですけど、正直ポイズンでもいいんじゃねーとは思いましたね。けど、まあ、インフェルノタワー置かれた時に突破できないんで、まあ、ライトニングかな。はい。よいしょ。で、ここをどうするかっすね。ここは正直、微妙にゴブが残ってるし、オッケー。あ、なくなった。ラバ展開して、逆サイ来たら縦線で防衛かな。で、左側は、あはー、なるほど。これ左側は、なんか追加したいけど、これライトで突破する必要もない気がするんですよね。その、まだ、あ、バルキリー、え？なんだこれ。よいしょ。何のデッキ？いい、ディガっぽいなんですけど、あー、あれかなんか、ちょっと違うパターンのやつか。これ、雪玉来るかな？あー。はい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 。わかった。これはわかった。なんか、やりごめ、ごめんなさい。わかってなかった。迫撃、迫撃じゃないんだ。インフェホグですね。インフェホグの、やりごぶ、コウモリ、ギャングが、好きなんだよな。え？回転早くない君。まあまあ、とりあえず、なんで、雪玉はコウモリかやりごぶにぶつけて、このポイズン多分美味しいな。だってゴブゴヤほぼ壊れてたんで。はい。なんでこれは形作って、なんかできるだけ後半になる前までは、そのライトニングは持ちたくないんですよね。そんな打ったとってユニットも足せれないし、そんな突破できないんで、まあ言って何もしないのはあれなんで、ランバーでも追加して、レイジに乗せて、よいしょ。結構雪玉使わないかな。レイジパピーが意外と、まあ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 、はい、ゴブゴヤ置く。まあ、こっからは同じことするだけなんですけども、後ろベビ展開、まあ前ベビでいいや。ベビで処理して、オッケー、これでラバー合わせて、はい、来た！俺のタイム。まあ、ケツラバしたいかな。同じやんけ。さっきからそれ同じやんけ。えぐいぐらい同じことしてる。これ多分絶対っていうぐらい雪玉来ると思うんですけど、ええそんなことあるそんなことある、待って、そんなことある、本当にさすがになくない。多分ヤリゴブリン出そうとしたら雪玉飛んでっちゃったよーってやつだと思うんですけど、てかまあここで相手はゴブゴヤにポイズン毎回打ってるんで、あれですね、そのこのラバパピーに雪玉とかしか打てなくて意外と苦しい思いしてるっていうのは相手の現状ですね。いや、強い。いや、いいよ。相手の体育がきつい。すごいなんか地味だな。ゴブゴヤ置いて、これまた相手ポイズン打ってくる。よし、ポイズン打つんで、まあ、生出さなくていいかな。まあ、ビビダルぐらいは出しといて、ホグを、ステイで、オッケー。はい、同じですね。もうライトニングなんか全然使ってないんですけど、そういうこともありますね。これコウモリに雪玉打って、やりこぶでいいや。オッケー。いや、いい。残ってる。あ、ハインディじゃない。ベビーがやがれた。まあ、ほい。これゴブゴヤで。ゴブゴヤで正直ホグ入んないんで、もうライトニング削りしてもいいみたいなとこあるんですよね。はい。相手ポイズン割いた。なんで、ここで、ケツラバしたいんですけど、ラバがないんで、まあ、ベビーからラバで、ここでライト打とうかなと思います。
毎回僕がライト持ってるの多分忘れてるというか知らないまであるんで、よいしょ。でここで相手のサイクル崩れて、ここでインフィルタワー溶けて勝ちですね。でいいな、ライトニングが意外といいな。この忘れた頃にやってくる。よいしょー、グントゲーム。なんかね、別に特に本当に見てわかる通り大したことは何もしてないんですよね。なんで本当に基本的にゴブ部屋置いて、ゴブ部屋置いて、またラバ展開かベビードアとかで後ろから流しての、まあラバ展開してですね。なんでゴブ部屋とかに相手がさっきみたいにどんどんポイズンを抑えてくれると、まあこちとらありがたいですね。はい、相手今度は、いやこれやば、相手の名前もなんかあれなんですけど、このデッキを作った人が、その海外のエルロドリツみたいな名前の人なんですけど、その、エルロドリーぐらいまで、あの、ローマ字なんです、英語なんです、英語なんですけど、ツだけカタカナの、急にカタカナぶち込んでくるような名前の人なんですよね。この人も、キングヤンマー、オーマイゴッド、シッ、急にカタカナ入れてくるやん。名前にイチャモンつけてるわけじゃないんですけど、なんか、はいなんすかね、海外、急に、一文字だけ最後にカタカナをぶち込んでくるスタイル。よいしょ。これはまあ、達人のコウモリで頑張ります。ロリババ来たらコウモリ出そうと思ったっすけど、まあ、これは、美味しいまだですよね。で、これは、ロイだから、まあ、一応この位置にゴブが置いて、よいしょ。はい、これ。これがもう、多分相手からしたら辛い。永遠にやりゴブリンが降ってくる。いいよ。あ、相手の防衛が綺麗。メガゴぐらい出てきたらライトぶちかましたいんですけど。来たー。はい。OK。で、しかもこれ、パピーも入るし、相手苦しい、これ。いや、これランバー始まり追加してもよかったぐらいですね、今のは、いやここでアイスピ咲いたらランバー咲いてもいいな。あ、それスケか。スケ咲かないかな。スケ咲いたら始まりランバーで、行くか。ちょっと暇なんで。まあ、いいところアイスイズで守られるんですけどね。雪玉構えて。よいしょ。いや、強いかよ。マジで。いや、こういう攻めもワンチャンありですね。てか、まあ、シンプルにスケアイスピ、アイスイズメガゴの、ウッドトルネファイボロイと思うんで、まあ、ああいうのがいたらきついですね。これ多分ウッド来るんで、コウモリも出してあげて。さすがに攻めトルネは、まあ、やりたいけどできないみたいなとこあるんで。いや、強い。しかも、これ、あれなんですね、ゴブ小屋が回るし。ぽい。これで、ゴブ小屋置いて、まあ、ライトニング欲しいっすね、あとは。あ、もう相手捨てましたね。てか、え？めっちゃ削れてた、左。これもっと僕は防衛した方がよかった。よいしょ。まあでも勝ったかな、これ。ゴブグアでロイジャイ入らないし、気づいたら勝手に攻めてくれてるし、みたいな。いや、トレネ全部持ってかれたけど、さすがにね、ゴブグアで、おしまいですね。いや、いいな、これ。いいな、マジで。ラバとか、ラバを出した瞬間、マジで怖いけど、小屋立ててれば、なんとなく助かるし、なんとなく助かるし、なんだろうな、結構落ち着いてできるな、ゴブゴブがあることによって、意外とやりやすいと思います。ということで、ラストはオキサレートっていう、この人は海外のプロの人ですね。オキサレート。よろしく。いや、これ美味しい。これ、達戦で受けれるし、OKOKOK。しょっぱなリガは絶対角なんで、あー、迫撃っぽいな。迫撃っぽい。ぽいなぁ。ギャングディガーマスケってなんだろう。ギャングディガーマスケってなんだろう。ロイホグ？あ、ポイズン。あはー、出た。あれだ。プリンスとガゴムレみたいなのが入ってますわ、この人だと。ってことで、多分ここで、ラバ展開すると逆サイにプリンスコウモリみたいなのが、ぽいぽいって来ないか。はい、これは、ゴブ小屋の、そう、これも流行りなんですよ。これ、ゴブ小屋の、なんか、マスケプリンス、小物、詰め込み、タイ、みたいな。うわ、出た。そう。そうなんです。これ、これもすぐ流行ってるんですよね、今。いや、これは、コンビ優秀。
ナンバー流せば、あー。じゃこれ早めに処理したいんで、この辺を。はいはいはい。相手は小物詰め込み、ディガー削り。マスケティーですね。なんで、マス、後半だったら、マスケにライトニングかまして、それまでは、まあ、お互いちま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 やって、プリンスに対してはほぼ縦線か、まあ、縦線、どうせここで使うか。まあ、みたいな感じしていけば、持っていけると思いますね。なんで、五分小屋は、正直下でもいいかな。これ多分、ポイズン来るんですよね。ほぼ角で。ほぼ角でポイだと思うんですけどね。あ、一回置くか。この小屋置いて瞬間の逆サイプリンス来たらうまいんですけどね。来たな。分かってるな、ちゃんと。やば。分かりすぎじゃね？やば。分かりすぎじゃね？やばい。危ない。しかも、でも、ガゴメ咲いたんで、あっちはあっちで。これ、ライトかまして、オッケー。したら、この、後衛対決、ヤリゴブリン。ヤリゴブリンの方が強い。しかも、ギャングでしょ？オッケー、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 オッケー。オッケー。これ、ポイズン咲いたら、この、僕の小屋が残る、芸になるんで、今度は。しかも、今回はプリンス咲かれても、縦線があるんで、そんな怖くないっていう、いい流れ、いい流れですね。小屋。小屋かける2だから、頑張って。で、もうこっからは、後ろから詰めていくゲーミングですね。で、まあ、ベビードラ咲いていいかな、もう。ああ。これ、縦線と、めっちゃ攻めてくんな、マジで。めっちゃ攻めてくんな。これ、ガゴムネが左に来ると思うんだけどな。来ないのかな。いや、来る。あ、ポイズンボーイ。いや、いい。なぜか、ゴブゴヤレイジ。いや、待って。そんなこと言ってたら、左が、えぐいぐらい削られてる。これ防衛からの攻めラバで、これもうビードラで、そう、相手はもうラバ溶かすしかないんですよね、今。よしよし、攻めて攻めて攻めて、今、サイトサイトサイト、ここで、あれ、全然、これ全然、相手ポイズンとか、え？買ったくね？これ。いき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 、詰め込み、詰め込み、詰め込み。来た来た来た、勝った、相手止められない、よいしょ！グッドゲームですね。いやー、いいですね。いいですね、これ。本当に。おお、宝箱で美味しい。さ、宝箱これ。まだ開けてないんですけど。なんかいいやつ揃えてから開けたいなと思います。コメント欄で。宝箱早くってあるんですけど。お待ちを。はい、というわけで、なんか、まあ、縦線とか交互にあって、回転ちょい早いし、ポイズンにも勝てるし、なんか、使ってて、いいなと思いました、これ。はい、皆さんぜひ使ってみてください。というわけで、今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。